今日は3日目、はい、今まで回ってない北側のホールと、ね、あと残りを見て回って、はい、まあ、それで見切れれば今日最終日になるかな、はい、はい、行っていきたいと思います。はい、寒いっす。寒いっすね。8度ぐらいということで、はい、信じられないぐらい寒いんですけど、まあ、会場の中は多分暖かいと思うんで、はいはい、お届けしたいと思います。レッツゴー。レッツゴー。いきます。どうも会場の北側から同時開催のエーペックス行くまでもなんか別のローライダーかなんかイベントもやってるみたいなんで、それももしお届けできればお届けしたいと思います。高いあったかいね。なんかセントラルホール昨日真ん中バーって抜けてったんで、そうですね、どっち側か端っこを、はい、みんなとにかく車が多いからみんなさっき言ってたけど、え、あったのっていう車がいっぱい2日目にしてまだあるという。というわけで3日目はちょっとそれを取り逃さないように待っていきたいと思います。でもむちゃくちゃ広くて見切れないという。ブースもだからしっかりしてるんですよね。オートサロンとかって大きいとこはブースでこう囲われてるけど、割とベタ置きの車も多いじゃないですか、まあ、だから見渡せるけど、ね、狭くて見渡せないんだよねみんなあの囲ってるブースだから。これもストリートハンドますね。こういう通路にも車がバーって並んでたりします。真ん中のセントラルホールにやってまいりました。ここ多分一番でかいんですよね。新しいデロイアンか。そう、わすげえ。でこれが昔のデロイアンでしょ。これが昔のバックトゥザフュージャー。これ全部フルステンレスボディなんだよね。前回来た時これ EV になってるやつだったんだよね。で奥のがその改めて発表された新型のデロリアンみたいです。 CVF これはプーリー屋さんなのかな。全部あらゆるプーリーがアルミのビレットのプーリーになってる。これだけご飯食べてるのがすごいよね。すごい電気自動車屋さん。へえ。ついにアメリカも電気自動車にコンバージョンする会社が空冷をこれ EV 化してるのかな。うわーシフトがない。そっちこれテスラのあれやって。あ、そうなんだ。シフトがないもんだってフロアが真っ平ら。あ、ほんまや。86年の911 EV になってる。テスララージドライブ。じゃあモデル S かなんかのユニットがそのまま入れてる、ね、エクストラレンジのあれでしょうね。すごい。そして奥まで進んできました。今マフラーでおなじみボーラのブースなんですけど、これケンブロックのってさ、マットブラックのやつだよね。これすごいね。もうタービンの吸気こんなに短いし、この短いわずか30センチぐらいの、これ爆音すぎて走れないでしょ。だムーニーがドリフトしてたやつですよ。確か動画がいろいろあったと思います。こんなのが止まってたり、あ、マスタングの EV。 これ何？こういうあれ？デトマソパンテーラ。あ、これデトマソなの。めちゃくちゃ綺麗だねこれ。いや、わかんないけど、小入りの洗濯キャップなんかそんな感じじゃない。そうだね。ジャンルとしてはホットロットになるんですかね。この作り込みはマジすごいですよね。いや、車の作りのジャンル的にはキンリグイットデザインってあのディスカバリーチャンネルでやってるんですよ。あ、そうなんだ。あのめちゃめちゃ金と時間かけてすっげー徹底的にやるんですよ。へぇ、いや、アメ車のこの文化は本当にすごいと思う。かっこいい。めちゃくちゃ綺麗。多分これも作ってんじゃないですかね。そうだね。これは元々ないっていうのがこのボーラのブースでございます。ここ止まってるのはコブラ2台と、コブラもなんかさ、キットになってるやつとかさ、レプリカいろいろあってわかんないんだよね。なんかレプリカでもすげー有名なレプリカとかもあるんだよね。これウィンカーがすごいね。で僕の知識ではこれがレプリカなのものなんかもわかんないです。そして一段高い、昨日右側のこのトヨタブース見たんですけど、この反対側がレクサスブースということで、あれ新しい EV のやつ止まってるじゃないですか。これこれかっこいいね。ホイールボッセなんですよね。あ、そうなんだ。ボッセが作ってんだ。これ HR じゃない？そうだね。HR。そしてしっかりめちゃくちゃ低い。テールむちゃくちゃかっこいいねこれ。リアのボンピンじゃなくてトランクピン。そして他の車も全部ホイールが入ってて、あ、レイズだこれ。これ新型の何これ RX なんだ。 RX なんだ。 RX マットパープルになっててレイズのホイール入ってて、あー、でもやっぱりね、
ちょっとアメリカ、そうアメリカのラッピングだね。アメリカラッピング日本の半額ぐらいだっけ。そう、あんまりこう追求されない細かいところまで。うちの LX は HRE 入ってる。アーティシャンの、アーティシャンなんだ、本当だ。そしてホイールは HRE、 で24インチなんだ。ブレンボ入っててやっとこのセンターキャップがちゃんと合わせてある車に合いましたね。アメリカ結構ね、ショーでもワイルドにこうセンター合わせてない車多いけど、さすがレクサスに止まってる車。でも左フロント以外エアバルブも全部下になってんだ。すごくない。でこっちはもうカーボンパーツがいっぱいついてて、中ドンガラフルバゲ2脚。あ、これもアーティシャン、アーティシャンもバギー屋さんだけど、タイヤの代わりにジェットスキーが。で、こっちはこっちで、これのやつだ。ちなみにオールアルミボールです。え、マジっすか。うわ、すげえ。はぁ、もうわけわかんないですよ、モニターついて。 6.2 リッター。へぇ、スーパーチャージャー。全部この辺オーディオ屋さんブースみたいです。純正に簡単につきますよっていうシステムがやっぱ一番よく、アンプもセットになってスピーカーもポン付けで、軽くデッティングさえすればもう全然いい音になる。ここの列は全部 EV 屋さんなんですね。そうだ、全部アメ車とかも EV にコンバージョンするキットになってるのかな。こっちなんか古いディフェンダーを全部 EV にコンバージョンしてるみたいな。こんなのも全部 EV になってるという。あ、これも EV なんですかね。そうでしょ、 EV キット屋さんだから。すげーな、もうカートも今 EV になってるらしいよ。へえ。そうすると都市型カートで、そのビルの地下とかでカート場ができるっていう。そっか、排気ガスの問題もない。そう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 、すごいっすね。もちろんスキールオンは出るけど、あ、今までってサーキットとかカートとかって郊外に行かないとできなかったのが、うんうん、ね、割と都市部でできるようになってるっていう。サーキットの騒音規制どんどん厳しくなってます。そう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 、もうエンジンの世界じゃなくてエンジン下ろして EV 化しちゃうんだね。モーターを乗せる。確かにもう圧倒的にちっちゃいし、配線配管の取り回しもガソリンの配管の取り回しもないから、もっと簡単に EV 化できちゃう。これも多分新しい EV カルボン。もうトラックもピックアップトラックも EV になってるんで。そうですね。うわ、これすごいな。アメリカは重要。これブレーキがあれなんじゃない、もうあのモーター、こうなるともうついにホイールが交換できなくなっちゃうっていう。足元に直でモーターが入ってるんだよね。こんな感じの EV のなんかすっごい流れを感じる北ホールのブースでした。で、ここはフォルクスワーゲンのブースみたいです。少し寂しい気もしないんですけど、置いてある車は昔の R32 とか、あっちだと現行車種に OZ のホイール履いたりとか FTE2 のホイール履いたりとかして、そして見ていただきたいのはこれ、メーカーブースなのにロディフォームのエアロディスクがペイントされてGLI、 これ何、ジェッタかな、ジェッタ。メーカーブースの飾ってある車がはみたいという。これ日本入ってないやつ、入ってないんじゃないかな。20R って書いてあるってことは20周年ってことか、 R シリーズが。初代 R がゴルフ R4 か。懐かしいね。昇竜拳できないで、昇竜拳は。可動拳しか出てないじゃん。できない。竜巻扇風機だぞ。竜巻扇風機は売ってこうだし。だからこれラングラーとかやったら下見にくい。これだから純正のボルト止めてポン付けできるってことですよね。あとアンダーボディって書いてあるし、あとはこれは普通のリアカメラ、後付けのカメラ。確かにジープってこうフェンダーも出てるし、そうそうそう、足元見にくいし。で、日本仕様ってあの助手席にカメラが後付けされてるから、あのドア外れないんですよ。で、貼り付けやったらやっぱかっこ悪いけど、まあこれだったらみたいな。ここのメーカーモバイルソリューションっていうメーカーがカーオーディオとか内装の学校なんですよ。お金を払えば3ヶ月間トレーニングしてここまで出てますよ。だからこれなんだ。そうそうそう、生徒と
はい、先生とこれみんな先生作る、すごいフィルでこういうのあ内装のそういったオーディオのパネルを作ったりとか、今もう 3D とかの削るとか全部ここが大体先駆けてやってるみたいな。続いてやってきたのはこのウエストホール、こっちもちょっと入ってみたいと思います。こっちもトラックがやっぱり多い感じですかね。トラックベッドカバー、トラックの荷台のパーツとか、あ、ウェザーテックも出てる、エクスペルも出てる。この辺もだから用品関係ですかね。カーボンホイールだ、純正のカーボンホイール、フォード GT。 こっちはもうプロテクションフィルムの老舗エクスペルのブースです。やっぱりプロテクションフィルムのデモだったり、ここはシアン、昨日教えてもらったけど、なんか幅がアベンダと少し違うからホイールのフィットメントも違うということで、なんか基本的に被る仕様はオーダーできないみたいで、頼んだ人それぞれもう一回それを頼んだらその色がロックされちゃうみたいで、同じ色のシアンです存在しないみたいです。やっぱりフィルム屋さんすごいっすね。一番なんか高額車両が止まってる感じがします。 GT3RS にフラガン、全然見たことない車がデモで止まってるという、これなんだろうね。教えてもらったけど、やっぱりラッピングフィルムって結構高くって、いかに失敗しないで貼るかっていうのが大事みたいです。結局2回も3回も失敗しちゃうとフィルム代で赤字になっちゃうっていう、だからいかに失敗しないで貼るか。で、貼るのも上手に貼らないと、エアももちろんだけどなんかノリがずれちゃったりとか、ああいうのもあるんですよね。すごい整理されてないんで、はい、こう行ったりしなくちゃいけなかったり。そうですね。オートサロンって見やすいなって思う。ああ、確かにそれは思います。あのこういう風にちゃんと回ってこれるし、変則な交通路になってない。フィルム屋さんからその流れでやってきました、グリオズガレージ。グリオズガレージ、あのボンドのオンラインショッピングでもグリオズガレージめちゃくちゃ入れてて、基本的になんか車のなんか変態みたいな人が社長でやってるんですよねもうカーコレクターみたいな人だから、車のなんかその傷めないとにかくっていうのが多いみたいです。この辺があれだな、リムバーだね、鉄粉取りとかも入ってる。だからとにかく種類いろいろあるんですけど、フォームガンがあって、はい、これもフォームガン、これ面白いね、コードレスフォームガン。電池で充電して、あ、じゃあ自分で加圧したりもしなくていいし、そう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 、エアーも繋いだりしないでもできちゃう。だから、威力もハイと量もローがあって、これすごい便利。でもこれをボディ全体にするのはもう不可能に近いから、これはホイール用とか、そういうので使った方が多分使いやすい。なるほど、場所場所 で、 そうで、他にもとにかく車のメンテナンス系もいろいろあるんで、水なし洗車できるやつもそうだし、売れてるのは水なし洗車できるスピードシャイン、これ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 、これ水なし洗車できるやつです。あと僕おすすめはあ、これ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 、バグ&スマッジリムーバー。これあのガラスとかバンパーとか高速走ると虫めっちゃつくじゃないですか、あれがみんな溶けるっていう。で車にも優しい、塗装面にも優しい、これめちゃくちゃおすすめです。だいたい溶剤がきついやつって車の塗装を傷めやすいから、思いっきり洗ってくださいとか思いっきり水かけてくださいって言うけど、これだったらねそこまで傷つかないから。あの特にあの虫って酸性なんですよね、体液が。だからあれで塗装面を犯しちゃったりとか、だそういうのとかいろいろあります。これボンドのオンラインショッピングで買えますので、ぜひぜひチェックしてみてください。続いて北ホールにやってきました。ここはラッピングフィルムだったりだとか、あとはケミカル類なんかがたくさん展示してあるホールみたいです。めちゃくちゃ広いな。おなじみのエステックとかイノゼテックとか、この辺なんかも展示されてるみたいです。で今教えてもらったのはこのピックアップトラックの荷台につけるスライド引き出し、すごい、スライドフロア、スライドフロアっていうんですか。ハイラックスとか、あーあー、なるほど。あ、これまだホームページも載ってない商品なんですか。ハイラックスもつけよう。これこんなのでいろいろ箱とか、こっちなんかだとポータブルの電源かな、こういうのとか、こういう商品の展示なんかもあったりします。
でこっちはデックラップっていう、これも最近あのラッピングでボンドボディが名を上げてきた。あ、ボンドボディ使ってるのデックラップのやつなんですか。プロデクションとかラッピングでさ、みんなデモンも兼ねて全部ブース出展してます。すごい EQS マットブラックにラッピングしております。でもう他にもいろいろ、もうエステックもそうだし、いろんなメーカーが出展してます。アウディクワトロ、これめちゃくちゃかっこいいね。ホイールは？ホイールロティの、ロティの岡君があの720に入れた ROCH ですね、はい、フーニガン、フーニガンモデルの、はい、中すごいよ。だってあ、フーニガンのサイドブレーキ、ドリシャ？ドリシャだね。すごいね、ダッシュボードも全部カーボンになってて、でしかもこれの反対側に止まってるのがたまたまかどうかわかんないけど、はい、イートロンっていう未来と新旧アウディ過去を感じます。はい、続いてやってきたのがこのウェザーテックのブースですね。ウェザーテックはめちゃくちゃおすすめのものがいろいろ個人的にあって、まずこれサンシェードなんですけど、あの普通のサンシェードって吸盤とかで付くのことだと思うんですけど、これ車種専用でこの形になってるんで、あの吸盤なしです。吸盤だと吸盤の後ついちゃう、それなしで付けられる。置いてるだけで付くんですね。そう、隙間にスポスポってはまるように。でしかもこれシルバーじゃん、裏側が黒になってるんですよ。だからひっくり返すと、あの冬場フロントガラスの凍結に使えるっていう。すごい賢い。これすごいおすすめです。いろんな車種があるんで、サンシェード使って止めてるっていう人結構多いと思うんですよね。じゃあこんな AMG GT のブラックシリーズだけど、まあフロントガラスは AMG GT 用があったりとか。さあ続いてやってきたのが、これセントラルホールの一番北側の方かな。この辺はラッピング屋さんがたくさん出店してるみたいです。マシーンのそのデモとか春デモなんかを全部やって、あ、今ちょうどプロテクション剥がしてるの、ラッピング剥がしてる。ショーの最中に剥がしたりとかっていう。日本だと本当にもう徹底的にあのオールペンとわからないぐらいの感じで貼るんですけど、アメリカだと割とこう簡単とは言わないけど、いかにこうパパッと貼るかみたいな、そんな感じが。だからいろいろ前回来た時もショップで話を聞いたりもしたけど、もう予算も全然もっと安く済むし、剥がれるリスク考えたら塗った方がいいって言ってたもんね、うんうんうん、前だからもう全然住み分けできてる感じで、あとはこの辺はシートカバーだったり、やっぱり SUV ピックアップの需要がめちゃくちゃあるんで、その辺のアクセサリーがたくさん出展されてる感じですね。でもトラックはいろんなパーツ出てるんで、もう本当に外装だけじゃなくて内装からエンジンから、眩しい眩しいねこれ。あとはこういう、うわすごい、あれソーラーついてる、ほんとだ、太陽光発電がついてる、このキャンパーみたいな女の子あったりとか。日本でいうミニバンの代わりにピックアップトラック、 SUV が走ってる感覚なんで、でまあサイズがでかいんで、もう日本じゃちょっと走れないのばっかりですね。991のなんかレーシングかな、プレミアムパーキャン、トゥエルはこんな出してんだ。へえ、ミニカーだけじゃないんだ。ホットウィールのカーケアなのかな、プレミアムカーケア。ついにミニカーから実車にこれでミニカーにシュッシュッシュッてしてくれてやるんかと。プレミアムカーケア、いいね。難しいっすよね、完全に飽和してますもんね。そうだね、マーケットが。でもいかに付加価値つけてやるかってとこっすよね、うん、すごい、すごい。もうとにかくこういうのが永遠奥まで続いてる感じですあ、ここはスタイリングの張り替え屋さん、これいいっすね。ランボのここボロボロになりますからね、これ。あ、これね、テッカテカになっちゃう。これメタリックのプレゼンなの、ソリッドのこの黒が。あ、なんかだからこれ動画で伝わるかな。あ、今ちょうど貼ってますね。確かにそれだったらちょっとニュアンス変えてプロテクションできる。これがプロフィルムっていうメーカーの人です。今立ち寄っておーってみんなで言ったら、なんとこれ写真用のブース屋さんみたいです。これ360度こう囲われてるから、この外側回して車を動かさないで全部写真が撮れる。あ、確かに。でもそうすると車を動かさなくていいってことですね。うわすげー、
いや、これ入れたい。ボンドメディア採用したい。こんなのもあったりとか、もう車に関わるものがありとあらゆるものがある感じで、今ちょっと休憩で自販機で飲み物買おうぜってことなんですけど、横浜さん、それいくら発表してもらっていいですか？4.5 ドルなんで、いくらだ？700円ぐらい。高っ。お釣りが出てきた。水いくら？水4ドル。マジ？はい。まあ、こういうところの、飲み物なんで、まあ、比較的高いんでしょうけど、にしても600円だよ、それ。これむっちゃまずい。これまずかったっすよ。昨日買ったっすよ。これむちゃくちゃまずい。じゃあ次は？次はこれ北ホールもう一回出て、はい、あのエーペックスの会場に行く方に車が少し並んでるみたいなんで、はい、それ見に行っていきたいと思います。そして走らせてる車はこの辺みたいです。だから中の車と違ってみんなタイヤホイール本気っすよね。朝から晩までやってるんで、もうこの辺空気が喉が痛くなるという。この911これは走んないのかな、さすがに。いやでもオプティマストリートカー、あ、本当だ。これ HRE の2ピースですね。これハイサイドずらーっと並んでおります。さあ、そして反対側の昨日かな、一昨日回った側の屋外エリアに今回ってきて、この辺は屋外でケミカル用品のブースがたくさん出てるみたいです。あ、ワイスピーの車じゃないですか。ワンのやつ。レプリカかな。テンションとワンテンの車。すごいですね。ピカピカ。これワイスピー出てるんでしょうか。この後はイベントリーということで、まだまだ。またミーティング、ミーティングみたいです。はい、さあ、突然始まりましたけども。アリアホテルでこれからイベンチュリー の, そのパーティーが、パーティーっていうかその新商品発表会がホテルの一室であるみたいなんで、それ招待されてるんで行ってみたいと思います。レッツゴー。レセプションスタートなるほど、ね、so some people just wandering around。 こんな感じでホテルのスイートに商品展示して取引先を招待してやります。で、基本的にイベンチュリーのインテークは全部ドライカーボン製で、もう確実にパワーアップするやつですね。もともとなんか航空力学、飛行機の方のなんかテクノロジーが流れをするって、結局飛行機って高度も高いし空気も薄いんで、それでちゃんと空気が取り込めないといけないので、ウルスとアレス Q8、 あ、ウルス、これウルスと RSQ8 のやつ、ね、みたいです。で、RSQ8 も共通ですね。はい、これも全部ドライカーボンで、真ん中に寄ってるデザインなの。プルスいいんじゃない？あ、そうです、ウルスね。ウルス、これ来月から発売です。あ、なるほど。ちょっと吸気サウンドも取る機会あったら撮ってみたい。そうですね。絶対すごい音する。うん、これこういうのも純正のパーツにカチャってはまる。うん、これね。ちゃんとアルミの設計されてる。E60 の V10 でしょ？あ、だから M5。M5、M6。中もちゃんとこうやって導入できるように成形されてるっていう。もうとにかくドライカーボンの質がいいんで、それが伝わるんじゃないかな。セマはやっぱり世界中から業者が来るんで、こうやってセマの会場の近くでホテルを借りて、いろんなパーツメーカーが発表会とか、こんな感じでございます。さあ、というわけでイベンチュリーの新商品発表会的なところにお邪魔してきました。なんとウルスが発表になるということで、見てもらったウルスのやつはなんかと吸気サウンドもしっかりしてブローオフのサウンドがするそうです。だからもうワープシャーみたいな、そんな感じでウルス走りたい方は、まあ、パワーアップもしっかりするみたいなんで、ぜひバンドグループにお問い合わせください。
というわけで3日目、4日目か、はい、こんな感じでお届けいたします。温度チャンネルのチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。